フランスアルネド・シャトーブリアン、フランスアルネド・シャトーブリアン、シャトブリアン、フランスは、レネデ・シャトーブリアン、1768年9月4日から1848年7月4日は、フランス委員体制下の政治家で、作家としても知られる。代表作は、アタラ、ルネなど、フランスロマン主義の二大先駆者の一人である、コンブール伯爵、ルネイコール・オギュストの子として、 ブルターニュのサンマロに生まれた。チチルネイコール・オギュストは、戦時には、死略戦の船長であるが、平和な時期には、タラ領や、奴隷貿易に従事して商人とて成功を収めていた。フランソワルネは、彼の十番目の子であった。兄弟四人は幼くして死んでいる。幼いフランソワルネは、両親から離れて暮らさねばならず、母方の祖母ベデプジンの下で育った。彼歳の時に、 父がコンブール城を購入したため、1777年から城に移り住んだ。彼はドルイコールドイコールブルターニュ、レンヌ、ディナンの各コレージュで学び、第五不評連帯に17歳で入隊した。父の死により退役、1788年にパリに出て多くの文人と知り合った。1789年1月、ブルターニュ議会に参加。 同年の7月には、姉ジュリー、リュシルと共に、バスティーユ襲撃を目撃している。1791年、フランス革命が激しくなる頃に、北、アメリカを旅行し、この経験は、後の、ナチェス、ナチェーズ族、レナチャス、アタラ、アタラ、ルネ、レネといった作品のきっかけとなる。翌1792年、ルイ16世捕縛の方を聞いて帰国した。同年、 17歳のセレスト・ドラビニューイコール・ビュイッソン、サンマロの選手の一族出身結婚。二人の間には、子はなかった。ドイツで亡命貴族軍に加わる。しかし戦闘で重傷を負い、妻を残してイギリスに亡命した。休防生活ではあったが、この間に、ミルトンの失楽園、後に翻訳したなどのイギリス文学に親しん。また最初の作品として、 フランス革命とは何であるかを精察した革命論エッサイ・スール・レ・レベーシオンズ1797年を表した。1798年頃母と姉の相ぐしなどによってカトリック信仰に回帰しこれが彼の人生の転機となった。1800年に許されて帰国し文芸師、マーキューアでフランスの編集に携わった。1802年には キリスト教聖髄、ジーニー・リーユー・クリスティアナイズムを発表した。これは、自然、社会、文学など、世界の様々な面から神の栄光をたたえた対策で、ナッチ・ス族、アタラ、ルネモの一環として、書き始められた、ロマン主義、半信論的傾向が強いが、革命後の宗教復活の機運に乗って称賛された。これにより、 ナポレオンからも注目され、教皇庁大使三次官に任命されたが、大使のフェッシュ数奇教と折り合いが悪くさらにアンギャンコールイ・アントワーヌ処刑にも反発して辞任した。これ以後、シャトーブリアンは文学生活に入る。初期キリスト教への迫害を扱った、殉教者、レマーターズを計画し、取材のため2806年、地中海周辺各地を旅行した。 この時の経験は後に旅行期、パリからエルサレムへ、イーティネレアデパリジェロセロム、1811年、や、スペインを舞台にした、アベンセラヘス最後の冒険、レセベンチャースディーユー、デニアベンスリッチ、1826年としてもみを結ぶ。帰国するとナポレオンをネロに例えた批判を書き、パリから追放される。この後、殉教者を完成し、1809年、 回想録にも着手した。1811年、アカデミーフランセーズ会員に押されるも演説で、革命批判をしようとしたためナポレオンに睨まれ、王政復古まで活動できなかった。ナポレオン没落後、ブルボン王家を支持した、1815年もののルイ18世の政策を批判して嫌われ、過激王党派、ユルトラ、時代のオーシャルル10世を支持するに加わる。 しかしベリー公暗殺事件後、王とよりを戻し、プロイセン大使、イギリス大使、そして外務大臣、1822年から1824年を歴任した。ベローナ会議、1822年では、全権大使を務め、五国同盟のスペイン内乱、介入に賛成した。これには成功したが、間もなく、ビレール首相によって解任された。これ以後は、 王政を支持する一方で自由主義的な主張をするようになる。シャルル十世即位後、教皇庁大使に任命された1828年が翌年辞任した。1830年の7月革命後は、新王ルイ・フィリップに忠誠を誓わず、再び文学生活に戻る。そして改装録、墓の彼方からの改装、メムワーズ・ディトレイ・トンベ。 没後出版と歴史資論エイトゥーズイストリックを書きながら7月王政を批判した。晩年はレカミエ夫人の屋敷に寄宿した。最後の作品は17世紀に貴族社会を退いてトラピスト回収同士となったルブチリエド乱世を描いたラン世の生涯バイ・ディー・ランス1844年であった。1848年 革命で揺れるパリに没し、遺言により3マロ沖のグランベ島に埋葬された。墓碑は第二次世界大戦で消失し、新たに素朴内装のコンクリートの十字架が立っている。墓の後ろの崖には記念プレートがはめ込まれている。ちなみに最高級のステーキシャトーブリアンの名前の由来でもある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。